もちろん、バカじゃねえよ、バカじゃねえの体操して、バカじゃねえの体操して、頑張って。バカじゃねえの、バカじゃねえの、この映画バックルクルパって言ってる。俺のバックルクルパだね。みんな見ました？星野くんね、こういうとこ本当の俺がいいんですよ。やってくれるんですよ。俺だってね、そんなバカな仕事したくないのに。面白いね、やってる方に一番バカじゃねえ体操一番よく分かってないから。分かってるってただ一つね、うん、もうやっててもらしかった。バカなのは確かだね。本当にバカじゃねえ体操だね。やった本人がバカじゃねえ体操だね。あのね、何がすごいってね、もう忘れた。バカじゃねえ体操を、うん、だってもうね、もしなんで HOT いろいろ言われてすげえじゃん、もしお前生きながら生きて天才じゃん。逆言ったよ。時計外しちゃうなと思ってたからさ。天才だろ。見てなかった。こっちまで見てなかった。首しまれたよ。なんか一瞬欲しいなと思って今。なんか着心地悪くなったなと思ったら、これか。やべえな、バカじゃねえの、面白いじゃん。バカじゃねえの、バカじゃねえの、星野の頭はくるくるパ。ちょっと覚えつつあんながムカつく。覚えてたわけよ。これを即興でやるっていうね、技術はね、もうみんな覚えなくていいよ。おーしようねー、めーがねがねー、じゃらくちゃれ言いたいだよ。おーしようねー、言いたいだれ、めーがねがねー、みーあってねー、やさしくて仲間思い。何そちっちゃいのお前。ねえ、バカじゃない。ちゃんと布団の上に寝なさいよ。これスマホ押しちゃった。これが近づいちゃったから。バカがつる。よし、届くのそれ。届くの、こっちがあるからな、届くの。延長コードが助かってるんだ、ね、充電器も期待ついしやれよ。いや、充電器ね、正直言ってもう一つ買おうかなと思って。俺みたいな感じ。そう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 。今日持ってこようかと思ったらさ、妹がさ、ディズニー来るの使いたい人がさ、貸しちゃったんだよね。黒いやつ。なんか一日だったらなんとかなるかなと思って。いいんじゃないか。いや、むしろここ一日になんとかしないとさ、今充電器たちで富士箱根とか京都大阪一生無理なんじゃねえって思ってさ、明け渡してみた。縛りをかけてみた今回は、と思うんだけど、うん、いいと思う。へそ出しほしと、うん、へそ出しほしないとリゾミンピッチみたいな。お前さ、それはさ、ギザミンピッチに謝れよ。やばいな、それはお前、あれだよ、侮辱だよね。いや、あれだよ、スマブラで欲しいのって言うんだけどさ、このピッチしか言うので。そうしたオフなもん。あと前髪をピシュってなくなるから。オフなもん。ここにモンスターボールとはちょっとね。なんで？これもキャッペやってるって。本当だ。いや、ピシュッってこうやってくる。オープンしよう。ほしろ、いつでも一生ポケモンキャンペーン。ポケモン出てきたりするのかな。んポケモン出てきたりするのかな。ガチでも出てたじゃん。 QR コード出てきた。現実。面白いな。410-490-3254-690 2018年9月28日、5時締め切り。応募再建し、アクセス下記の14桁の資料をコードに入力し、コメントタブと応募、抽選でオリジナル石井ちゃんグッズなどの商品プレゼント。いいじゃん、もうこっちへ。さらにご応募いただいた方にもれなくオリジナル石井フレームプレゼント。お問い合わせ先 0120-316-300 の石井〇〇、平日10時から5時までだって。くれどう思う？いいと思う。
し、星野もさ、もうさ、動画撮ってることに何でもないでしょ、これ、うん、気にしてないで、メガネ撮ってるあたり気にしてないでね。キャラの喪失だからね。いや、星野もたまにはこういう時はない、あるよ。そう、そういう時だな。花火いつやり行く、うん、今ね、11時16分なんだよ。うん、何だったら行こうか。結構あれ、あれ消極的に思ってるからね。うん、今か、今すぐ行く。いや、いいよ、こっちに、こっちに決めていいですけど。あと4分ね、なんか送られてきてたら100件以上になってるけど、星野は50件近く送ってる。あ、俺もまだね、ちょっと送り切ってないの、ちょっと。まだ増えんの。まだ増えるよ。あれじゃん。しかもまだ、しかも送った中でね、送れてなかったやつ何枚もあるからね。あれでも、もしの、ストーカーじゃんの見たね。ん？あ、もちろん。あ、来たよ、ストーカーから LINE が。YouTube 開いてるけど、上の段全然操作できないじゃねえか。
頃の話と今の話も似てんな、テンションが、うん、似てない？僕はしてるなのに、うん、そう、もう一回聞かせて興味な。だって俺は今は生きてるからさ、うん、昔の俺は興味ない。いくよ、うん、やっとやるよ。夏はやっぱりスイカ割り。おお、イエーイ。え、でも今からやる。今もしよと俺2人だしさ。2人でやるの？うん、明日やるんだよ。明日やるの？あ、学校登校日。そうそうそう。一つ聞いていい？なんでもしよさ、学校登校日明日からの制服着てんの？あ、これ間違えた。ちょっと今日オープンキャンパス。あ、そうなのね。別の体で踊ってるから。もう真面目な理由だったわ。あの、割とね、真面目。今、昔のオープンキャンパス、オープンキャンパス打ちてんの？よろしくもこの日が溺れたら大キャンパスに出ないよ。ああ、そうだね。そうだね。バー回って、バー回って、で、それ、うちはだけど、それを、まあ、これの本物、バーン。本物を、この吉田の持ってきた木刀で、うわ、そう、説明するたびにわざわざ持ってきました。うちはもう、木刀。まあ、理想的にはこんな感じになると思う。まあ、しかし、返してみてくださいよ。そうですね。はい。はい、ちょっと今の星がテンション低いみたいになってる。うん、でこの子超えてるんじゃん。まあ、今ぐらい超えてもらえないと困る。今はさすがに、あ、ぐらい一時期一生これ以上出ないっていう時期があったけどね。これほども出ないって初期段階に俺らじゃん、うん、なのでこの段階から少しでも吉田しもべ感出てるよ。嘘だ。これじゃ早川失敗するんじゃん。吉田しもべ感が、締めたタイトルだからね。見てガムだと思ってるからね、このタイトル名。あ、すげえな、ガム買い締めるだけで企画になるんだ。最新の企画になるぞっつってるけどさ、さっきの俺が今までやった企画さ、ただゴミ捨てるだけ企画になってたわ。何でも企画なんねやろ。だってもう面白くはいいんじゃない。ああ、なんだなんだなんだてめえか。なんで一瞬星野と落ちぶれたんだろう。僕しかなくて今の星野似てるな、やっぱり。
くだらねくだらねえな。21は今考えるとちょっとワクワクだった。
それ今思うと若かったって言ってた。私の年齢老けてるんだ。あやっぱり年齢老けてなくやったら逆に怖いけど。怒られちゃうね。うん。これどこの映像かと思って星野を開けたやつ。はい。これあれさあれか。あのあれからタオル買ってからそっからあれね。風呂行くんか。あそう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 。入ってるとこだったね。そこ。そこ。あ多分ね俺なん多分どこだっけな。順番入れ替わって。一個ねなんか開けられなかったからね。うん。後ででいいやと思ってたらね結局順番入れ替わって。これ全部。全部上がってる。意外と少ないね。後半、いや、多分前半ね、負けてない。多分何個だっけ ?705? ぐらいまで多分負けてないと思うんだよ。12分ぐらいでしょ、前半。後半から6分で5分になってるでしょ。うん。負けてないからだっけ。なるほど。いや、さすがに10個持ってった方がいいや。10個はいかないとなと思って。で、確か5個ぐらい上がってて。12分がある?なくね?そう。うん。最大7分じゃん。最大6分54秒でしょね。それ決まりじゃない。昨日開いたやつじゃない。どっかにいましてんの。あのね、序盤の方はちょっと前に、もうちょい前に上げてる。俺なんか上げすぎてもなんかどっか意味わかんないと思う。あ、そうだって、そうだからと思う。ちょっと前にね、上げてるんだよ。すげえ下にいたんだけど。わかった、わかった。うん、そう、すげえ下にね、12分1秒差がある。12分1秒か、12分30秒ぐらい。ちょっと俺がキショイぐらい上げてんじゃん。あ、12分10秒だ。うん、基本12分ぐらいのやつがね序盤にあってね。そうだね。で、ちょっとこれじゃちょっと間に合わない。10個いかねえなと思ったら後半でちょっと分けた。6、7は多分ね、ちょっとね順番でちょっとおかしいと思う。なるほど。うん、6、7とね、どこだっけな、多分2、3の間かな。なるほど。うん、そんなもんかね。なるほど。なんかいるの。閉じ込められてる式な気がする。閉じ込められてる式な気がする。いいよ、ホットケーキ。ホットケーキ食べたい。食べたいの。食べたいって言った。ホットケーキが好きだけどさ、うん、まあ今は入らないよね。ただ吉田的に物申し上げるのはね、ホットケーキと、ね、パンケーキの違いについてね、世の中の女の子たちが分かってほしい。分かる違い。いや、俺そこまでの気にしないから分かった。ホットケーキとパンケーキの違いを教えてほしい。生地の違い。ちょっといいや、ちょっと欲しい。分かってない、何を頑張ったの。教えてほしい。生地と盛り付け。うん、違うな。生地を待って。うん、生地、いや、生地っていうより、生地の違いっていうのは微妙。材料。まあ、欲しい。あれ。簡単飲んでる違いは。焼くか。ああ、違う。教えてほしいですか。はい、それはね、あのね、生地自体にね、砂糖とかでね、甘くね、味がついてるのがね、ホットケーキでね、何にも味ついてないのがパンケーキで、バターだけの味付けがパンケーキ。で、横本さんの方が好きなパンケーキは、パンケーキ自体も砂糖がないから、まあ低糖質で、あんま太りにくいホットケーキよりも。で、あとは上にふわふわの生クリームとか、あれあんまカロリーないから、うん、で、あとフルーツの盛り付けにフルーツもあんまカロリーないじゃん、うん、美味しくて甘いのにカロリー控えめって食べれるんです。へえ。ショートケーキとか食うとかさ、ただ単にパンケーキ食うより、パンケーキっていうかホットケーキ食うよりもカロリー抑えられるよ。しかもなんかインスタ映えするような盛り付けしてあるよってことをパンケーキからやったんだよ。実はね、もう興味がないか。いや。